ジョスコー線は1950年から1978年まで長崎県佐世保市内の佐世保駅と赤崎町油所を結んでいた米軍専用の引き込み線。全長 4.6km。ジョスコーは赤崎町油所を管理していたジャパンオイルストレージ CEO の略称である。九州鉄道が佐世保駅と佐世保陳述の間に付設した貨物線を起源とする。 佐世保駅から日本国有鉄道佐世保線を延長する形で北上し松浦線と並走しながら西へ分岐。佐世保側を渡って陳樹府港内に入るとすぐにヤードとなり、現在の米軍基地ゲート付近が陳樹府貨物線時代の終点であった。1950年に赤崎貯油施設まで延伸された。貨物線終点より縦上渓線地と並行して西に進み、 佐世保重工業の生産工場を迂回するために、北へ湾曲、上島町の山麓をトンネルで貫通し、尖閣工場を迂回して、佐世保重工業の敷地外縁を反殖して、赤崎岸壁に至る。岸壁沿いの道路と並走し、貯油所ゲートを越えて、ヤードに分岐していた。第二次世界大戦後に、珠府が廃止された後、1950年に、 旧軍講師転換法に基づく商工建設案が浮上したことに伴って、貨物船ヤードに臨港旅客駅を設置し、従来の佐世保駅を貨物駅に転用する計画案が検討されたが、朝鮮戦争が勃発したために、線路は再び米軍に接収され、商工建設案諸共旅客船化計画も白紙となった。在日米軍は燃料貯油施設を 佐世保基地に集約し、全国に散らばる米軍基地へ貨物列車によって燃料を供給する方針を固めた。このため、陳述貨物線を助手港まで延長し、貨物列車の直行を可能とするために延長不設工事に着手、1950年7月5日より使用が開始された。石油燃料を取り扱う施設のため蒸気機関車の運転は禁止されており、 また入れ替え作業を担当する国鉄廃棄機関区には、正規のディーゼル機関車は存在しなかったため、旧海軍交渉より引き継いだ d p 1というディーゼル機関車を使用したが故障が多く、1957年3月、ジョス校戦線専用に DD11 系ディーゼル機関車8.9号機が申請配置された。他に DD11 の配置は、横須賀軍港を担当する。 神津機関区栗浜市区、千歳飛行場を担当する室蘭機関区、岩国飛行場を担当する広島第一機関区、板付飛行場を担当する吉塚機関区竹下市区と限定された。以後、ジョス港線は在日米軍の動脈として機能した。しかし1968年に佐世保港へ、 原子力空母エンタープライズが入港することが決まり、学生らの阻止行動が起きる、危険性が高まると、基地への突入経路となる、ジョスコ線の運行は自粛された。また、投石被害を未然に防ぐため、佐世保駅、平瀬橋間のバラストを撤去した。三波系全学連は、県警の予想通り、ジョスコ線橋梁と平瀬橋からの突破を図ったが、県警は撃退に成功した。 しかし、ジョスコー線の運行は、この闘争を境に激減する。廃線後在日米軍施設への石油輸送体系が、見直されたことで、ジョスコー線は、本来の目的を失い、1972年3月、佐世保線全面 DL 化のためで重系ディーゼル、機関車の入線試験が行われたが実際に、使用されることなく1978年10月1日を、もって、 廃線となり、用地は、米軍より国に返還された。1984年まで、国道384号、塩浜交差点から平瀬橋までの区間では、佐世保駅発着列車の機関車交換作業にも、用いられていたが、市道の渋滞緩和のために、線路跡を活用して、拡幅工事が行われ、平瀬橋まで撤去された。以後も、 米軍基地や佐世保重工業の敷地拡張のために、占領時期は撤去され、橋梁から消費者生活センターにかけての区間のみに、軌道が残っている。また、佐世保重工業を迂回するトンネルの処遇が決まって、おらず、米軍の管理下のままバリケード封鎖されている。ありがとうございます。